それではここから3問ですね交、えー、体の釣り合いの問題の解き方を経験してみることにしますまずですね、えー、問題の設定なんですがここにですね粗い水平な床がありますそれから、えー、ここにはですね、えー、敷いた傾いた壁があるんですねで。この壁は最初のうちは滑らかですで後半は摩擦が働く壁になっていますねそして、 長さ L の棒を用意して、えー、床に対して45度傾けて今静止をしていると思ってください。この棒はね、軽いと言ってますから質量はありません。そして、えー、この棒にですね、重りをくくりつけるんだそうです。まあ、あの、差し込むというイメージでいいんじゃないですかね。で、これ、あの、類似問題としては、よくあの、はしごがあって、で、えー、こういう人がですね、こう、登っていくという問題と同じです。このように重りがですね、ゆっくり くりとですね、こう上昇していくと、ある時ですね、この摩擦力、ここに働く摩擦力がまあ限界達して、この棒がつるんとこう滑り出してしまいますよね。うん。その滑り出す時のスモール L、それをこれから計算をしようということになります。で、まずはですね、当然ですけれども、力を書き出して、えー、釣り合いの式。ですか加速度0の釣り合いの式を書くということ。 それからこれは合体の問題ですからある点の周りのモーメントの釣り合いの式を書き出すで大抵それがですね未知数分の方程式になっていますからそれを処理して答えを得るということになるでしょうねで早速ですね括弧1の要求に答えていこう力を書き出せと言ってますねでこの棒とね重りはこれは特に別物体とみなす必要はなさそうですね一つの塊とみなして力を書き込んでいきます で、まず重力ですけれども、この重りのところだけにありますから、そこに MG という力が働きます。さらに、触れて働く力は床と触れていますから、棒と床が押し合う垂直抗力。さらに、この棒の先端は床に対して右に滑ろうとしています。それを妨げる左向きの静止摩擦が働きますね。で、今、垂直抗力も静止摩擦力も大きさは知りませんから、未知数を設定してください。 最後に、この滑らかな壁からの垂直効力です。この壁の面に直角に作用しますね。で、これも大きさを知りませんから NB とします。以上、力の書き込みはこれだけになりますね。これらが釣り合うことで、この棒は静止が保てているということになります。そしてこの NB はですね、ここに水平な補助線を引っ張ってあげると、シータ傾いているのわかるかないいですか それを確認と。そうすると、ここはですね、えー、こいつと錯角なので4分の π になりますね。ですから、棒、えと、ー、のナス角は θ、えー、プラス4分の π ということになりますで。これらの力がですね、釣り合って今棒は静止を保ち続けていると。その、えー、釣り合いの式をこれから書き出して、この未知力を求めることになります。はい。まず、水平方向の力の釣り合いの式を書き出します。 と水平成分を持っている力はこの2力だけですね。はいで、これで釣り合いの式を書き出します。次に鉛直方向の力の釣り合いですね。鉛直成分を持っているのはこの3つになります。はいですね。さらにこれはですね。剛体の問題なので、えー、力のモーメントの釣り合いというのを書き出しますけれども、もえー、視点はどこに選んでくれても構いません。 どこか適当な場所を選んで、モーメントの釣り合いの式を書き出してください。で、なるだけ計算がね、えー、楽な方がいい。つまりシンプルな式になるような視点を選んでほしいんですけど、括、え、弧、ー、にはですね、未知数は NA、FA、NB なんです。この3つを解きたいんですよね。ということは、例えば3つの未知数が絡むような視点を選ぶと、結構計算大変だよね。よくこの重心のところに視点を選んだりする人いますけど、そうすると、 三つのですね、未知数が絡む方程式が出てきてしまって、まあ、結構計算がめんどくさくなります。となると、ここがおすすめですね。えー、ここを視点に選べばですね、この点周りの NA、FA のモーメントはいずれもゼロです。計算はいらないと。従って NB だけの方程式ができるということになりますね。まあいろいろこれは試してください、えー。どこを選んでも答えは得られます。計算の効率の違いになるんですね。さあ あとは具体的に他のモーメントを計算していきます。反時計回りに回そうとする力はですね、明らかに重力だけですね。そしてモーメントの大きさを計算するときに大事な要素は、力の作用線とこの視点との距離、これが必要になります。これはいいですかこの長さがスモー,ール L ですから、45度を使って計算すると、ルート2分の L ですね。 そして力とこの腕の長さを掛け算するとモーメントの大きさになります。いいかな次に、えー、今度はですね、時計回り回そうとしている力は NB だけですね。はい。で、この、えー、力のモーメントを計算します。まず、基本に従えば、力の作用線と視点との距離はここになりますね。これ、計算はできます。あの、さほど難しくはありません。ただ、 えー、場合によってはですね、この腕の長さが計算しにくいケースもあるので、そういう場合には適当に力を分解しなさいっていう提案もしておきましたよね。今回もちょっと分解でやってみましょう。そうすると、えー、こう分解ができて、こちらの力の視点周りのモーメントはゼロなんですね。計算はいらないと。ですから実質このモーメントを計算することになります。で、力の作用線とこの視点との距離は、ちょうど棒の長さ、ラージ L になりますから、力 ×L と。 これが、えー、もともとの NB のですね、モーメントになります。いいかなこのモーメントはこれなんです。はい。えー、これ、あの、分解しなかった場合には、n b かける l sinθ プラス4分の π っていう、この、この部分が腕の長さになっているはずですよ。はい。さあ、そして、えー、以上、モーメントは釣り合っているべきだということで、これはイコールになります。いいかなまあ、丁寧に、丁寧に計算してくださいね。 モーメントは繰り返しになりますが、力かける腕の長さ。力かける腕の長さになります。いいですね。で、こうやって方程式が立った後はですね、えー、未知数の数と方程式の数が一致しているかを確認をしてほしい。不足してれば、えー、不足もを補う作業、まあ、条件などが、えー、ないかどうかを確認してほしいんですね。まあ、この3つはですね、NB、NA、 そして FA を解くための方程式なので OK ですね。あとは計算を実行します。明らかにこの式で NB が解けるということ。それからその結果を2番目の式に代入して NA が解けますね。最後に1番目の式で FA を解くと。はい、以上ですね。さあ、こうやって FA、NA が求まりましたが、確か L はですね、まあ変えることができますよね。 この重りが徐々にこう上昇していくことを考えてください。そうすると L が大きくなっていくと FA は強くなっていく。で FA っていうのはこれは限界値がありましたね。最大静止摩擦に達するともう耐えきれなくなって滑り出してしまうと。すなわち滑るかどうかっていうのはこの2つが鍵を握っていることになる。FA が最大静止摩擦力に達したら滑り出してしまうということになります。で、カコさんはまさに滑り出す時の L。 それを L と書くらしいんですけれどもそれを求めなさいと言っているのでこの方程式を解くということになりますいいかなあとは丁寧にスモール L に関して解き直してくださいこれが失礼者が言っている L になりますねはいここまでですねこの傾いた壁が滑らかなケースになります確認をすると重りが上昇して L に達するとこの棒は滑り出すんですねで今度はですね えー、この壁がざらついてる場合を考えなさいとそうすると、えー、この棒にはさらに、えー、これら以外にですねこの摩擦力が働くことになりますですかそしてええー、5はですねこの力の作図を、えー、答案用紙に書けておいてますけどそれはこれが答えになるんですねいいかなそれから括弧4括弧4はですね、えー、やはりこの重りをこう上昇させていくとこの棒が滑り出す L がありますよね それを特別に L1 と書くらしいんですけれども、その L1 と L0 の代償関係を、まあ、答えだけ書き出してくださいと言っています。まあ、これ答えだけでいいというのは、計算をして比べるのが大変だという配慮があるんでしょうね。で、答えだけでよければちょっとこれは楽をしようよ。まあ、常識的に考えると、ここがざらついているほど、はしごをですね、より高く登れますよね。安全性が高まるということを考えれば、 L1 の方が L0 もでかいということになりますね。うん、でこの壁が傾いている場合の滑り出す長さ L1 ですね。これを試験時間内で計算するのはちょっと厳しいので括弧6は壁が傾いていない場合の滑り出す L すなわち L1 を求めてほしいという問題です。これならばね時間内で計算ができるでしょうで。しかもさっきと同じようなやり方をするよりも。 これはもう L1 を問われているだけですから、極限釣り合いの状態を考えよう。いいかなもうこの長さが L1 で、ギリギリ静止している状態を考えて、L1 をダイレクトにたします。でまずえ、力を書き込んでいきます。重力。それから、えそれ以外の力は床からの垂直抗力。さらに摩擦力ですね。しかもこの摩擦力は極限釣り合い状態を考えていると、最大静止摩擦ということになります。 それから壁からら壁の垂直効力ですねそして静止摩擦力これも最大でなきゃければダメですよこの両方が最大であって初めてつるんとこう滑り出しますからねはいで他に触れるものがないので以上これらの力で今ギリギリまだ静止をしている状態ですうんあとは式を書き出しますまずは水平方向の釣り合いの式を書こうかいいですね それから、今度は、延直方向の力の釣り合いの式ですね。はい。いわゆる、これが加速度ゼロの運動方程式、力の釣り合いということになります。え次に、えー、モーメントの釣り合いですね。え、視点はですね、どこがいいでしょうね。今回の3つは、NA、NB、L1 なんですよ。そうすると、これはやはりここですかね。か、もしくはこちらですね。 ただ、こちらを選んでしまうと、ちょっと l1 を計算するという目的からすると、若干計算が面倒いということは書いてみるとわかります。まあ、ここをおすすめですね。でここを支点に見れば na。それから摩擦力、このモーメントは0になりますねえ、サラーにですね。この棒をここを支点と見て、反時計回り回そうとしている力は重力だけですね。で、このモーメントの大きさを計算します。 力の作用線と視点との距離はルート2分の L1 ですね。はい。で、これで、モーメントの大きさが計算できます。次に、えー、ここを視点と見て、この棒を時計回りに回そうとしている力は2つありますね。こいつらです。で、このモーメントをそれぞれ計算して達します。まずは、NB のモーメントを計算しようか。と、力の作用線と視点との距離が必要で、 こうなるね。ですから力腕のの長ささで、でこれがモーメントの大きさです。次にこちらの摩擦力のモーメントこれは力の作用線と視点との距離はこうですねはいでこの掛け算をするとモーメントの大きさになりますいいかなそしてこの視点周りに回転をしないわけですからこのモーメントは釣り合っていなければいけないということになります以上ですねでこれらが NBNA そして、small L1 を求めるための方程式になっていると判断をします。で、計算はどうですかねこの2つを連立して NB を出しますかねで、その結果をここの NB のところに入れて、目的の small L1 を求めるということになるでしょうね。まあ、このように合体の問題は、基本力の釣り合いと、それからモーメントの釣り合いで大体解けますね。 でちょっとずつ書いて解くんではなくてもうそれらの式は絶対使いますからまあたまたま使わなくても済む式もあるかもしれませんけれども大抵の場合はですね使うんですねなのでもう一気に書き出してそして3つ、えー、と式の数が一致していくかどうかを判定してください足らない場合にはさらに条件があるかもしれませんからそれを確認してください